大雪高原温泉は、北海道上川郡上川町にある温泉。標高二2 6 0メートルの山中に位置。内風呂露天風呂一軒宿の大雪高原山荘がある。例年6月上旬から10月上旬までの営業。日本人を守る会に加盟。北海道では、数少ない源泉掛け流しの白濁湯。1968年には昭和天皇が、 1980年には三笠宮が東温泉を訪れた。高原沼から大雪山重層路の高根が原へ至る登山道は三笠宮にちなみ三笠新道と名付けられている。温泉の上部には高原沼と呼ばれる大小の沼が点在しており、東温泉はそれらの沼をめぐる遊歩道の起点となっている。また高原沼を経由し大雪山へ向かう登山口でもある。 高原沼は約3時間で一周する約7キロメートルの木道の遊歩道が整備されており、特に夏場から紅葉の時期にかけて観光客で混雑する。ただし、この一帯はヒグマの生息地帯であり、ヒグマの出没により遊歩道が閉鎖されることも多い。大雪高原山荘の横にある環境省のヒグマ情報センターが沼巡りコースの起点、終点となっている。 遊歩道への立ち入りは、入山届の提出が必要で、7時から13時までの間に入山し、15時までに下山することとなっている。高原沼めぐり登山コースには、道中に、雪壁温泉とやんべ温泉が存在するが、いずれも立ち入り禁止区域である。国道39号の大雪湖の交差点から三国峠方向に進み、国道273号から標識に従って、 上川町道高原温泉線へ分岐し1 0トル毎年9月の紅葉の時期には、高原温泉線は、マイカー規制が敷かれ、道北バスの路線バス車両を使った、高原温泉シャトルバスが総運橋温泉より、運行される。この期間、自家用車は、高原温泉線入り口付近にある、大雪レークサイトに駐車し、バスへ乗り換える。 大雪レイクサイト発6時30分から13時まで、高原温泉発9時から16時まで30分間隔で運行される。乗客数に応じ臨時便も出る。ありがとうございます。